昆布好きの玄米とカマルグ産の黒米、黒米大さじ2杯と昆布好き玄米を合わせて1合、水でさっと洗って水気を切って炊飯器で炊きましょう。コーラルレンズ豆を 75g、 普通のトマトなら1個、ミニトマトなら約12個をざく切りに、玉ねぎ半分をみじん切り、オリーブオイルをひいた鍋で玉ねぎとトマトを炒めます。玉ねぎが透き通ったらレンズ豆を加えて少し炒めて、かぶるくらいの水を足しましょう。胡椒、そしてカレーパウダーをたっぷりと、塩、15分間煮ましょう。途中で水を足してくださいね。こんな感じです。これは鶏の胸肉、ささみがあればそれを使ってくださいね。一口大に切りましょう。小さじ1杯の料理酒を入れて、ラップをして500ワットのレンジで約1分半、火が通るまで加熱してくださいね。フランスのキュウリは皮が硬いので剥いてしまいます。鶏肉と同じぐらいの大きさに切りましょう。クリームチーズは約 50g、醤油大さじ1杯、白ごま小さじ1杯、クリーム状になるまで混ぜ合わせましょう。先ほどの鶏肉の水気を切って、全部混ぜ合わせたら完成。これはフランスの乾燥野生キノコ、トランペットだけやセップだけ、ジロールだけなどが入っています。ぬるま湯に砂糖を加えて戻しておきましょう。これはトランペットだけかな。フランス人はこのキャロットラペが大好き。レモンを絞って、フレンチドレッシングを作ります。塩と胡椒とマスタード、少しオリーブオイルを加えて、よく混ぜましょう。またオリーブオイル、分離しないように少しずつ。これはうちのテラスで育てているシソ、細かい千切りに。これはマーシュ、ラディッシュを食べやすい大きさに切りましょう。トマトも少し、栄養が豊富なアボカドは必ず入れたい食材ですね。これはピーナッツバター、醤油を少し加えて、これはごま油、ライムの絞り汁、ご飯も炊けました。ご飯の上にレンズ豆、そしてきのこ、ラディッシュ、クリームチキン、キャロットラペ、アボカド、マーシュ、シソ、トマト、そしてソース。
完成。実はここで痛恨のミス、試食シーンの取り忘れ。今回の飲み物はこのブッダの目のマークの昆布茶。これ紅茶キノコなんですよ。とっても綺麗で美味しかった。